ま日頃秩父市、また秩父地域のいろんな情報発信を記者の皆様におかれましては、またテレビ、またラジオ等々でも発信いただきまして誠にありがとうございます。まあのお客様もコロナウイルス関係で多少ないとも減っているような感じもしますが、まあ、数字はまだ出てないんですけど、まあいずれにしましても、加工産業に今痛手かなというふうに思っておりますし、また今日もですねそのコロナウイルス関係の対策会議。いう こを開いて今週これからもこのような会議を頻繁に行い市民を守るべく最大のことをしていこうということでこれからも頑張っていきたいというふうに思っております。さて、そういう中で2月10日から17日まで米国出張をしてまいりました。 でこれは目的は何かというと秩父市の地場産品をアメリカにそれを紹介しそしてまたそれがいろいろなスーパーマーケットとかいろんいろなところで購入してそしてその販路拡大というところを目指したところでございます。で具体的にはあのプロモーションという形でまず一つはサンノゼ空港ですね。これはのサンラシスコの 南中心部から南方向に行ったところなんですがあのサンフランシスコ空港のまあ第二のサンフランシスコの空港でございますそこにあのアナのですねラウンジがありましてまあそのラウンジの方で秩父のその地場産品まあ具体的に申し上げますとまあお酒ワイン日本酒そしてまたお菓子等々を プロモーションしてまあ来ていただいた方にまあ食べていただきまああの反響としては結構いろいろな反響があったというふうに思いますし、そしてまた搭乗口の方にも降りていきまして、えー、名刺を着た職員がですねこの対応等々を行ったところでもございます。まあいずれにしてもその地場産品の売り込みに関しましては今後その a n のラウンジの方 に具体的な、まあ、いわゆる総責任者のような方を紹介していただいて販売の窓口販売のルートが見えてきたかなというふうに思っております。でまたもう一つですねプロモーションとしては姉妹都市がチシにあります52年間続いている姉妹都市でカリフォルニア州では2番目に長い姉妹都市交流しているところの ま、ベエリアとて言われる。三原静子から40キロぐらい。なリグの方に行ったところに姉妹都市がありまして、そこでもプロモーションを行いました。まあ、同じような形で行ってで結構そこでも反響がございました。ま合、あ、わせてそこの市長さんとか、あとはフリーモントというところの方とかですね。まあ、そういうところの市長さんフリーモントの市長さんにもお話しして。 秩父いろいろの産品を扱っていただくようにお願いもしたところでもございますそして、えー、今回こう現状を見たいなというふうなことを思ってこのアップルの本社のあるクパチーノというところなんですね、まあ、サンノズ空港の近くなんですが、まあ、そこで日系のレストランがありましてゴチ、まあ、レストラン、まあ GOCHI というまあそういう日本人が経営しているレストランなんですがそこがもう本当にあ,のあっという間に平日なのに満員席で,ですねまあそこで八尾さんのお酒まあこれこうラベルをですね大滝の絵まあこれは三つ目神社と掛けてるんですがそこの狼の絵を正面に貼った日本酒です。 でこれをまあ要するにオ,オカミですからウルフという形で名前があそのやちぶにしきではなくウルフという商品として売られてこれも結構評判だったというふうにまあ聞いています実際に一番上の名前にランキングされた名あお酒だって大変こうアメリカではこう日本のおち特にちぶのことがこう いろんな形でお力をいただいて少し進んできているかなというふうに思ったそれも確認してまいりましたまあ以上アメリカの内容等々をお話をさせていただきましたでは発表事項にこれから入らせていただきますで今回発表事項,事項は四件を用意していますまず最初に秩父市議会3月定例会の議案についてという内容ですこれは市議会3月定例会の会期は2月25日火曜日から 火曜日10時に開会で3月16日月曜日までの21日間を予定していますで内容といたしましては条例の一部改正が11件条例の廃止が1件条例の新規制定が1件令和元年度の補正予算が7件令和2年度の当初予算が10件の合計30件となります。 で、次に議案の主なもの5点につきまして、その概要を皆様方にお伝えをしたいというふうに思います。では、議案書をご用意いただきたいと存じます。議案書の4ページをお開きいただきたいと存じます。議案書。あ、失礼しました。議案第4号一部市下水道条例の一部を改正する。条例は公共下水道事業の経営健全化を図るために。 千葉市下水道事業審議会の答申を踏まえて平均で改定率29%の使用量の改定を行うものでございます、うん、次に議案書の6ページをご覧をいただきたいと存じます議案第6号千歳市営バス条例の一部を改正する条例はバス路線の効率化を図るため 西部観光バス三峰口線を休止して千葉市営バス川俣線を延伸することによりまして現行に沿った内容になるよう運行区間及び料金を定めるものでございます議案書8ページとなりますご覧いただきたいと存じます議案第8号千葉市国民健康保険 税条例の一部を改正する条例は地方税法施行令に,に規定されている国庫税の付加限度額と同額としたいため付加限度額を61万円に改正するほか減免に関する例外規定を加えるものでございます。議案書の19ページをご覧ください 議案第14号令和元年度秩部市一般会計補正予算第7回は年度末を迎えるにあたり現地点における確実な歳入歳出額を見込み事業費の確定などに伴う調整を行うほか小中学校の ICT IC 環,環境を整備するための経費や台風19号 災害対応経費などの予算措置を行うものでございます。では、歳出予算に計上したもののうち、主なものについて、これから説明を行います。補正予算に関する説明書。十二ページ、十三ページをご覧ください。ふるさと納税事業、一億一千万円はふる、ふるさと納税寄付金の受け入れが好調なことから。 寄付に対応する事務取扱経費や返礼品に関わる経費等を計上したものでございます。よろしいでしょうか。次に、説明書の補正予算に関する説明書の六十二ページから六十五ページをご覧ください。小学校及び中学校の教育振興事業、二億五千六百万円は。国が進める。 ギガスクール giga ですね。ギガスクール構想に基づき。来年度予定している。パソコン。整備事業と関連して。高速大容量通信ネットワーク。を。整備する予算を措置したものでございます。説明書の七十二ページをご覧ください。災害復旧費。一億六千三百八十九万一千円は。 昨年度の台風19号,19号の豪雨により被災した道路河川・森林管理道等の災害復旧事業に必要な予算を計上したものでございます議案書次に議案,の第20議案第21号令和2年度千葉市一般会計予算のうち重点事業,事業についてご説明いたします でこれはのお手元テレビご覧になられてると思うんですがこれは令和2年度の予算のポイントとして1番目が医療体制の整備と健康増進で2番目がセメント跡地を中心とした道路も及びその周辺整備、まあ、これはあの指導幹線3号線道路改築とかお花畑通線の整備事業等々も入っております。それから3番目が 秩部の自然を生かした産業振興、センター産業事業ということで再生可能エネルギー、まあ、これの関連とかあとは心理環境需要税の運用事業とかですねドローン活用事業等々がこの内容に入るんですが、まあ、今回、なんといっても1番目の医療体制の整備と健康増進というところに予算の大きなポイントを置いたという内容です。よろしいですか でそのうちで、まあ、一つの新しいことといたしましては、秩父看護専門学校のです、ね、看護師を、市立病院、秩父市立病院に入っていくということで、奨学金の貸付事業、看護学生奨学金貸し付金120万円ということを挙げております。 まあ、これだけなのかということが思われるかもしれませんのでちょっと付け加えさせていただきますとあそ,うだその前にです、ね、この事業なんですが、まあ、これ秩部市立病院の看護師がこうなかなかです、ね、こう募集しても集まらないという大変な状況でしかもこの救急のほ、えー、当で臨番当番日が増えるというところで。 そこで,です、ね、年間60万円を最長3年間奨学金として貸し付けるとこれ、支部の外に住んでいる方も対象としますが私立病院で業務開始となって市内に居住する意思があると認められる方を対象して、まあ、要するに働くなとなったら支部の市内に住んでいただくということが条件となります。 でまあ、毎日です、ね、こう貸し付ける期間うそ,のおそれがこう期間がこう貸付け期間できない場合は、まあ、2倍相当する期間原則6年を超えた場合は奨学金の返還という形となりますが、まあ、いずれにしましてもおこれを一、まあ、つの事業として進めると。 手がなければいけないということで、まあさまざまなお金を今私立病院の方にいろいろな形で一般会計の方から繰り入れております。まあちなみにそれをちょっと申し上げますと、病院事業会計負担ということで救急とかですね高度医療、企業債また児童手当とかリハビリ負担とか機械購入等とこれが二億七千五百五十二万五千円。 を負担金ととしてての方に入れているとそれからと私立病院のです、ね、事業会計補助金として1,285万1,000円を入れているとそれからあとは病院事業出資金として835万4,000円あいすいません8,354万円を入れていると。いうことで、まあ、総額ですね3億7,191万6,000円。 を一般会計から私立病院に繰り出して、そしてそれで私立病院を何とかこうしっかり守っているという現状があります。これを今後ですねさらにこう強化してしっかり病院を守っていかなければいけないということを思っており、その辺はやはり予算としてこの4億近いお金を投入することでしっかりこう医療環境を守っていきたいなというのうに思っております。それからあと職員の方もですね。 医師へのいろいろな手当てそしてまた時間外手当て等々、まあ、それも行ったりあとは夜間医療等業務手当ての見直し等々これも行って職場環境、まあ、できるだけ職員がそのモチベーションが上がるような形でしっかりそれを応援していくという、まあ、そういう体制も現在組んでいるのも事実でございます。 まあお金を繰り出しながら、そして職員をしっかり待遇面で改善しているという現状もご理解いただきたいと思います。<laughs> さあ、あの病院関係をお話をさせていただきました。ではあ続きまして令和二年度一部出版会計予算のうちの予算書のうちの予算書になります。二百四十一ページ、二百四十三。 をご覧いいたただきたいと存じます市道幹線3号線道路改築工事3,400万円及びお花畑通線街路整備工事6,000万円は見る目坂下交差点南側の歩道整備やお花畑通線の交差点改良に向けた埋設管 埋設管路等の整備に関する事業費を計上した内容ですこれはあのこれはあいわゆる水辺坂した交差点がなかなか歩道がこうできなかったというところでそれをいよいよ今回その事業費を入れてその歩道整備を完了すると、まあ、まさにこう50年ともいわれる長い期間のところがいよいよ新年度から 参加しスタートすするという内容です私も子どもの頃こう中学生の高こ校を歩いてですね彼が雨の中もう水たまりの中を歩かされたような経験がありまして、まあ、これ早く直してあげたいなというふうな思いこれがいよいよ出来上がるというところでありあとは「お花畑通船」の方はちょうど八尾さんの斜め前のところになるわけですけど。 あの50メートルぐらいのところもです、ね、いよいよこれから埋設管路等のことから始めて整備を進めると、まあ、歩道になるという内容でございます。次に予算書179ページこれはですね再生可能エネルギー推進事業これ環境力士推進課の内容なんですがこれの内容を説明しますと「光熱,熱水費」 214万5千円と手数料120万円の合計334万5千五千円33万4 0千0千失礼しまし円334万5万五千円は二酸化炭素 CO2 排出ゼロこれは前回皆様方に広報しておりますけれどもこのゼロカーボンシティという形でゼロカーボンをまずは 進めるという内容で。ゼロカーボン電力の、視聴者。あ、市役所本庁舎等への。供給にか関わる。経費を計上する内容でございます。これ市役所本庁舎。歴史文化伝承館市民会館とか三施設ですね。この三施設のゼロカーボンを行うという内容です。続きまして、予算書の二百九十五ページと。三百一ページ。 使用量および賃賃量の電算機等使用量をご覧ください。これ先ほどのギガスクールの内容と重なります。でこれはですね電算機等使用量のうち1146万円をパソコン整備事業これは要するに児童生徒 中学生小学生、中学生これ1人1台ずつ端末整備事業を行うという内容でこの先ほど申し上げましたがギガスクールですね先ほどは通信環境の整備ということでお話ししましたが今度はこのハードの部分ですね1人1台ずつ1人1台ずつタブレット端末および高速大容量通信ネットワーク を、一体的に整備する事業を計上するものでございます。ギガスクール構想。子供たちが。ダイオール通信ネットワーク、まあ、高速の下で。タブレットを使うという。環境がこれで出来上がるという内容でございます。予算書、二百十三ページ。中段の、森林保全事業の、二千八百二十三万五千円。これは、あの、この、 新年度予算のポイントの3つ目にあたる事業なんですがこの2823万5,000円は森林環境需要税運用事業として森林,環境整備森林,森林経営管理制度に基づき私私林ですね私林の集約化と整備を進めるため測量調査業務や森林整備 事業の委託料整備事業に対する補助金などを計上する内容でございます合わせてこの3番という内容ポイントの3番にもなりますが予算書223ページですね223ページをご覧くださいドローン活用推進事業666万円の項目ですドローンなの項目ですね 山間地域での物流等の効率化を検討するために総務省が推進する地域おこし企業人交流プログラムを活用して民間事業者から市の方に発見職員として市が受け入れるそしてドローンの活用を図るための経費をこれで計上するものでございます。以上、議案の概要についいて説明を行いました。 次に議会最終日となりますが人事案件として教育委員会委員の任命が1件公平委員会委員の選任が1件固定資産評価審査委員会委員の選任が4件人権擁護委員候補者の推薦が2件合計8件となります追加議案を予定しております。 ご承知をおきいただきたいと存じますそれでは2点目に入ります令和2年3月をもって休日窓口が終了となりますについてご説明いたします市民課で開設している休日窓口ですが来年度から従事者従事職員の雇用に関する制度が改められるために現在市民課の託員での職宅員での窓口開設と 同様な窓口開設が今まで通り行うのは困難となっていよいよ令和2年3月末をもって住民票所得,課あ所,あ所得課税証明書印鑑証明書等の発行及び支援の納入金預かり業務を終了することといたしますなお平日夜間窓口最終日曜日日曜窓口は今まで通り開設をいたします 休日窓口が終了になっても平日夜間とか最終日の日曜日の窓口は今で通り開設をするという内容です。なお休日窓口相当日における戸籍届書戸籍戸籍届書の預かりとか仮装許可証の発行またこれに伴う各総合市長への防,防災無線の申し込みについては一部市役所本庁舎1階総合案内カウンター これは市民カ担当となりますが、ここで午前9時から午正午午後1時から4時まで繰り返します。午前9時から正午まで、そして午後1時から午後4時まで行います。ご不便おかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。次に三点目の内容でございます。第十六回つびて点目ウォーキングボ ウォーキング2デイズについいて説明をいたします今回第16回目を迎えるこのウォーキングイベントですが県内埼玉県内で6大ウォーキング大会で構成される埼玉県マーチングリーグのスタートイベントでございまして春の秩父路をお楽しみいただけるコースを2日間で8種類こちらの方では用意しています。今回は新たに2つのコースをリニューアルいたしました。 初日の10キロコースですが江戸巡礼古道をたどり今昔の聖地を今昔ですね今雀の聖地をめぐるコースそして2日目の5キロコース芝桜と母高山の麓山歩きコースを用意いたしましたコースの詳細につきましてはお手元の資料書の募集要項を後ほどご覧をいただきたいと存じますこれでございます。 開催日ですが、4月11日土曜日、12日日曜日の2日間、雨天欠航です欠航でございます。で、中央会場におきましては、千葉市役所前広場、こちらは各コース共通のゴール会場となっています。会場では、千葉店米フェスと題しまして、地元グルメの出店とか伝統芸能などの各種催しを予定しております。なお、受付出発各コース のスタート地点。受付出発は各コースのスタート地点となっております。受付はそちらで行うとで参加費ですが、事前申し込みは1500円で2日間参加することができます。事前申し込みをいただいた方には大会記念品を進呈いたします。当日申し込みには1日あたり1円当日申し込み1日あたり1000円。であります。あります。 なお未就学児とか地部地域在住在学の高校生以下のお子様は参加費無料となりますまた開催,開催地特別割引といたしまして地部地域在住の方は事前申し込みに限りまして参加費を1000円とさせていただきます申し込み方法の詳細につきましては募集要項をご覧をいただきたいと存じますなお事前申し込みですがこれ3月20日 金曜日が締め切りとなっております。三月二十日でございます。これはあの申し込み用紙見ていただくと、こう開いて見開きでこう開いていただくと、こちらの方に受付の申し込み方法等々が書いてあります。で最後に直接申し込み申し込みとかですね。 インターネット等々の内容等々も記載してあります、まあ埼玉県の中の,その6大ウォーキング大会として最初のスターティングイベントであって毎年桜が満開の中を歩くということでですね大変こう評判のいい 平和な、あ、平和にいいですね、こう、ウォーキング大会でございます。まあ、多くの方に、春の、秩父地を楽しんでいただきたいと思います。四点目。秩父地域の木製品を、豊島区で PR 第十三回、豊島もの。作りフェス。あ、失礼しました。第十三回、豊島ものづくりメッセ。に、出展という内容です。まずは一つ、あなたの身近なものを、木製品に。 変えてみませんかについて説明をいたします豊島ものづくりメッセですが豊島区内の企業の優れた製品とか高い技術に加えて飲食を含めた商品の魅力を広く発信する見本市となりますで、販路拡大や企業間交流を通じて区内豊島区の区内の企業のさらなる発展を支援し 地域経済の活性化を図ることを目的としていますまたものづくりに触れる多彩な企画を通じて一般の皆様に地域産業に対する理解を深めてももらいますその豊島ものづくりメッセですがここに千代市のですね杉田市ホープをはじめとしたウッドデザイン ウッドデザイン賞入賞作品のほか食器とかオフィス雑貨おもちゃなどの秩父の木製品等を販売展示販売をいたします。でその期間ですがメッセの期間は3月5日木曜日から3月7日土曜日午前10時から午後5時まで、まあ、最終日は4時までとなりますでサンシャインシティ展示ホール B にて行います。 地域の木,木製品一元化事業の一環として地支部の機を積極的に PR してまいります以上が資料その内容でございました少々長かったですがまあ新田予算等々いろいろありましたので少し詳しく説明をさせていただきましたでは続きましてあの資料提供ということで2件用意しております各1 まずは秩父学セミナー研究発表会開催でもう一つはです、ね、北島加奈さんですね北島加奈バ,バイオリンコンサート「夢紡ぐ音」資料提供は以上の2件でございます。